日本の水着専門メーカーによる今年の最新水着もすでに各社で揃ってスタンバイ OK。 新作ラインナップをご紹介します。こちらはユニチカのコレクション。今年のテーマは地球大のバカンス。水や星を中心としたエコロジカルなモチーフや色で展開。60年代のシネマのようにゆったりしたバカンスを提案しています。東レの水着コレクション。テーマはエコロフュージョン、自然と共に。宇宙的で洗練されたイメージ。海辺の自然や熱帯植物などをモチーフに展開。ソフトフィットなスタイルが主流です。そして胸のカットラインにラメを散りばめたものなどバストラインがポイントになっています。成人のピーターパン水着は都会的感覚で装うより開放的で自然志向の水着を提案。肩から胸にかけての紐がないベアトップは自然なバストラインを美しく演出するデザインの一つです。サンアイの今シーズンはポップなアニマルモチーフや大胆な蛍光色をふんだんに使い、バストコンシャスなスタイルが特徴。純粋で繊細な女性の夢をイメージしています。Curing all infirmity, wiping out atrocity. Easy all alone, easy sailing on his own, cause of his pomposity. Dr. Paradise seemed like he out of control. Dr. Paradise, spectacularly bored. Dr. Paradise, he's got personality.今シーズンの水着の最も目立つ傾向はバストのおしゃれがポイントになっていること。水着のトレンドがハイレグ中心の逆線美強調型から胸の膨らみや素肌を美しく見せる胸強調型に移り始めているようです。さて来週のファッション通信はジューンブライドにちなんで最新ウェディング特集。
各国コレクションのマリエやパリ、ニューヨークの密着レポートから新しいシンプルウェディングのスタイルを提案します。どうぞご期待ください。